皆さんこんにちはリーウェイズ株式会社の牧口です、えー、本日はですね出張先の福岡から動画をお送りしています、えー、今日のテーマなんですけれども、えー、今、えー、地銀のまあ、融資がまあ、かなり低 厳しくなっている中で、この融資の厳格化に伴って不動産取引にどんな影響があるのかっていう話をですねしていきたいなというふうに思っていますえ。我々のですねサービスのゲートっていうまあ不動産の分析パッケージなんですけれども、これは静岡銀行さんもはじめとしてですね、まあ、いろんなノンバンクさんの不動産の融資の現場で使えることが非常に多いんですね。なのでまあ私というのはあの仕事から各校の審査部長とかとお話しする機会が非常に多くてですね、まあ、いろんな情報情報入ってくるんですが、まあ、その中でですね今各地銀がどんなことを考えているか。 だとか今後、融資の状況どうなっていくかみたいな話をです、ね、話せる範囲でお伝えさせていただきたいなというふうふに思っておりますのでよろししくお願いまます <laughs> まずそもそもど,どうしてこんな状況になったのかというお話です、ね、もう皆さん、十分知っていると思いますけどまあ株者の場所はほっねまに、あ、いろんな悪徳業者がもうど,んど,んどんどん出てきてです、ね、それがまあメディアで騒がれてです、ね、いろんな悪事が浮き彫りになったという話ですよね、<laughs> まあこの状況を看過できないということで金融庁もいろいろ地位喚起とかをしているわけです。 でまあ、スマートデーズの話はです、ね、いろんな動画であの説明されてますのでここで改めて説明するまでもないんですが悪徳業者がですね、えーまあ、シェアハウスに、えーまあ、地方のから上京してきた女の子を住まわせるんで人材紹介料も家賃収入として、まあ、提供するんであの家賃がそんなに下がらないですよみたいな感じで売ってたわけですよね。 えーまあ、すごい割高な物件建築を上乗せした物件みたいなものを捕まされたオーナーさんが、まあ、今駿河銀行に対してですねいろいろ言ってるわけですけれどもこれ計画倒産だったでしょうってことでですね、えーまあ、裏の代表の佐藤さんみたいなのはですねまた同じことようなことを別のところでやってたりしてるわけですよね。でまあ実際、まあ、今回いろんなあところでですね、えー 不動産業業界界独特の業界用語でですすよねねジャーゴンですねそれがあの話題に上がって一般の方々もです、ね、こんな手口あるんだみたいなことがよく分かったと思うんですけども、まあ、例えばかき上げとかですねカーテンスキームなんていうのはですね何のことちゃって思われる方も多いかもしれませんけども、まあ、不動産業界ではもう当たり前に使われてきた用語ですよね。 不動産業者様だけがですね、この動画を見てるわけじゃないと思いますので、まあ簡単に説明していくと、書き上げっていうのはいわゆる二重契約書のことですよね。銀行様に対する提出書類まあ書き換えるっていう話ですよね。で、なんでこんなことするかっていうと、融資の実行額上げたいからですね。例えば2億円のまあ不動産を売りたい不動産業者さんがお客さんにその物件の2億円で契約するわけですね。えところがですね、例えば九割でしか融資しませんよみたいなところに銀行に融資案件を持ち込むんだとしたら、一億八千万しか融資が出ない。 わけですよねだとすると飼い主の方はですね2000万の現金自己責任用意しなきゃいけなくなるわけですねそんな現金ないよみたいな形になると取引はそもそも整理しないとだったら不動産業者がどういう話を持ちかけるかというとじゃあ,まあ仮の契約書を作りましょうよみたいな感じで,ですね銀行に提出する用のまあ偽の契約書を作るわけですよね。 例えば、この2億の不動産なんですけど2億3,000万で契約書を作るとですね銀行審査の段階においては掛けですからまあマックス2億700万ぐらいのですね融資が実行できるわけですねでそうすると不動産業者にそのお金が丸々入りますから2億の不動産っていうのは飼い主さんが自己資金負担なく買えることができるっていうこれ書き上げっていうんですけどまあすごい昔からですね特に住宅の取引とかで使えることが多かったんですよね。 でまあ、カーテンスキームみたいなものも話題になりました、これ、何かっていうと、投資用物件で空室があるとです、ね、まあ、有資の審査上、ね、不利になっちゃうので、え空室の物件のお部屋に、です IKEA、ね、とかからカ,カーテン買ってきて、まあ、カーテン吊るしてです、ね、これに、まわしなんですよ、実は、みたいな話をするわけですよね、そ、ま、う、あ、すると審査の評価もちょっとよくなるというところで、入社者偽装ですよね、そういうことをやると。 でもっと悪徳業者の方がサンタ業者ですね、サンタマ業者が全部悪いってわけじゃないんですけど、こういうことをするサンタ業者がまあ結構いたわけですね、まあ、どういうことをやってるかというと、例えば地方のです、ね、一等物件をその三玉業者とか買ってくるわけですよ、年間想定家賃収入がだいまあ300万ぐらいの物件ですね、でところが、ですね、まあ、地方で30年とかするアパートとか。 入居者があのほとんどいなくて8割が空室なんてことは当たり前なんで実質的には60万ぐらいしか入ってない物件があったとしますと周辺の相場だと15%ぐらいの取引相場って話になってくるとこれ2000万だったら買いましょうみたいな話がなるわけですねでその業者3代目業者は2000万で買うわけですよで何するかっていうと、えーまあ、残りの8割のお部屋にですね偽の入居者の契約書を作っちゃうわけですね倍の賃料設定とかするわけですよ でそうするともともと300万ぐらいしか年間想定あの家賃が取れないような物件が倍の賃料で残りを埋める形になるので540万ぐらい年間想定収入っていう形で作ることができるわけですねでそうすると近隣のまあ利回りそばとか分かんない投資家さんに対してです、ね、この物件8%なんですよって形で売るわけですねいや今首都圏で、まあ、あの満室物件が利回り8%なんてありえないじゃないですかみたいな形で営業するわけですねでそうすると540万の収入に対して8%ですからこれ実質6750万で許で されるる形になるんでこの3玉業者は2,000万で買った物件6,750万で売り抜けちゃうみたいなことができるわけですね。 でその間の、まあ、入居者、嘘の業入居者の家賃というのは、この三ため業者が補填するわけですよ。まあ、だって、4750万ぐらいまあ儲かるわけですから、まあ、半年間ぐらいです、ね、あの賃料を負担すればです、ね、えー、まあしょうがなかったって、言い逃れすることができるんで、まあ、半年間の賃料になったことは240万ですよね、だから4750万から240万まあ差し引くと、4510万ですね、この三ため業者は儲けることができるわけですね。 まあそれだったら半年分ぐらいの賃なのでヘでもないよみたいな感じでまあ売り抜けちゃったりするわけですね、まあ、こういったことをやるところも非常に多いですね。 でまあ、今回問題だったのはそれが銀行とまあ業者が結託してた、まあ、エビどうなんていうこれ流行語対象になるんじゃないかみたいな感じで話題になったわけですけれどもまあ、その記録が LINE に残っちゃってたと銀行ぐるみでやってたっていうところが分かっちゃったって話ですよね。でまあエビデンスの偽装のまあ手法もですね「Photoshop 使って通帳の預金残高書き換えました」みたいなことでまあ、いろんな建物さんの問題だとかいろいろ出てきてるわけですけどまああの不動産業者の IT リテラシーが高まったけど 結果、まあ、こんなことができるようになっちゃったみたいな悪い例なんですけれども、まあ、ただ正直申し上げると私、まあ、なんだかんだ言って25年前からこの業界見てきてるわけですから、まあ、こんなか、まあ、き揚げだとか、えー、カーテンスキムだとか肉社のエビデンス偽装だとか、まあ、そんなことなんでもうずっとあったんですねもうみんなやってた、まあ、ただ何が違うかっていうとみんあのやってた人たちはいたんだけど会社ぐるみで見は別にやってないんですねだかかららこういうい悪徳業者から 転職をしてきた人が新しい会社でこういう、まあ、エビデンスの偽装だとか、まあ、カーテンスキームだとかをやってですねで、まあ、一部の取引でそういうことが実行され続けてきたっていうのが今までの実態ですよね。 でまともな会社だったら、そういうちょっとまあおかしいことをするとですね、上司がまあそれを見つけるわけですよ。お前、なんてことしてくれてんのと。会社潰す気みたいな話になって、まあ、それをまああの購入者様にですね、示談金みたいな話で誤ってですね、まあ、契約破棄とかをして、事、まあ、なきを得るわけですけれども、まあ、今回はもう何が問題だったかというと、会社全体でやってたっていうところが問題なわけですよね。そもそもコンプライアンス上の問題どころか、刑事制の問題なんで、まあ、上場してていいのかみたいな話もあるわけですけれども、まあ、そういったも,ものがまあそもそもまあ問題な あたという話ですねで、まあ、それを看過できないということで金融庁がまあ異例の注意喚起を行って、まあ、審査体制の強化をも急いでいるというところは、まあ、去年からですねずっと賃金をが戦々恐々としている今実態なんですね。で去年の2018年の9月にですね金融行政方針が変わりましたというのは他の動画でも説明させていただきましたが、まあ、今後投資を不動産に融するにあたっては銀行が 家賃の、まあ、妥当性だとか価格の妥当性だとか将来の家賃の下落率とか空室率ちゃんと把握してくださいみたいなことになってるわけですよね、まあ、これ不動産業者もできないので銀行なんかもっとできないですねってことでみんな戦々恐々としてるわけです。 どんどん撤退とかもあって、最強銀行さんが東京ローンセンターとか大阪ローンセンター廃止しますみたいな話になったり、ですね実際、リソナ銀行さんも一法人一物件スキームですね、これはメガオヤギガオヤのきっかけになった一つのスキームなんですが、銀行に持ち込むときに法人をそれぞれ作って、ですねこの法人しか持ってませんよみたいな提案すると、そこで法人で評価されるわけですから、個人がほかにどんな法人持ってるかまで審査されないみたいなことですよね。まあそれをリナささんんが過去ににしたお客全部電話 ヒアリングして他に法人持ってるんじゃないですかと物件にあの投資してるでしょみたいなことを、まあ、やってるという話とかも話題になりました、えー、結果ですね、えー、まあ各地銀だとか、まあ、あのメガバンクだとかにですね取ったアンケートこちらなんですけど、まあ、今後ですねちょっとすごい消極的になりますねみたいな、まあ、気機感が非常に多いということですねで私も結構いろんな地銀の審査部長とかとお話しする中でまあ,あの本当は縮小したくない まあそれは当たり前ですねということでえだってかまあ収益の柱なんで不動産の融資っていうのはですねまあただまあ金融庁の行政指導がすごい厳しくなったんでまあプロセスがすごいまあ複雑になってきてるわけですね本当にこれ大丈夫なのかみたいなエビデンスもう一回取り直せみたいな感じになってるんで融資にかかる時間がむちゃくちゃ長くなってるっていうのが現状ですねえまあ結果ですね取引きのまあボリュームも下がってるということでまあ個人の不動産投資のブーム減,減速みたいな形でですね記事にもなってるっていう状況です まあ実際なんで金融庁がここまでかくなるのかというと、まあ、金融庁の,あの組織の目的というのは基本的には投資家保護だからですよね。預金者だとか、まあ、投資家の利益を守るために金融庁というのは仕事をしているので、まあ、こういう悪徳業者の存在だとか、まあ、有不正融資みたいなものがあったらそれはそ当然、指導するでしょうという話になるわけですけど、あんまりもう行き過ぎるわけ,わけにもいかないと、まあ、今、地銀も経営がやばいのであんまりもう引き締めすぎちゃうとですね、もうバタバタ連鎖倒産して,してこれはもう。あの 経済危機になっちゃうんで、まああの今回は見せしめみたいな感じですね、二三個やってるっていうのが実態だと思います。えー、まあ実際ですね、まあでまあ地銀を取り巻く収益環境は非常に悪化しているということで、まあ異次元の金融緩和でですね、まああの利益取りにくい環境になってきてる中、まあかといってまああの企業に対する法人融資みたいなものを増やすわけにいかないので。 リスクが高いのでなので、まあ、担保が取れる不動産に、まあ、勢いお金が集中するっていうのは、まあ、地銀の生き残りの策だったわけですけどもそれがもう今後駄目になっちゃったと。 でさらにまあ悪い状況にはビス規制ですよね、バーゼル規制って聞いたことあると思いますけど、まあ、銀行は守らなきゃいけないルール、国際的なルールなんですけども、えー、まあ大体国際取引をするような銀行だと、えー、まあリスクアセットに対して自己資本を8%パー持たなきゃいけないとで、国内取引する銀行でも4%パー以上、まあ、持たなきゃいけないということで、まあ、融資するんだったらその分、自己資本を集めにしなきゃいけないねっていう話がこのビス規制なんですけども、まあ、何が起こるかっていうと、ですねバーゼル3でですね今回、資用不動産の融資のリスクウェイトっていうのが1.5倍になるんですね。 1.5倍になるってことはどういうことかというと自己資本1.5倍積まなきゃいけないって話ですよで今東証一望中の地銀の話とかよく出てますけど、まあ、そもそも自己資本積みようがないですねっていう話でお金集まんないからっていうふうな地銀さんも非常に多いわけですねなので、まあ、今後間違いなくですね、まあ、地銀の融資姿勢っていうのは二極化していきまして、まあ、あの全然融資できないっていうところまあしようと思ってもできないっていうところとまあ積極的に、えーまあ、審査をしていこうっていうところと、まあ、二極化していきます、えー、なのでまあそういったところはですねまあ私どものあの お客様でもある静岡銀行様みたいなあの自己資本をちゃんと集められるところっていうのはですね今後もちゃんと不動産に融資していきたいんで、ま、だったらしっかりとした審査しようということで、まあ、人工知能による不動産審査システムをこれから構築していこうみたいなリリースにつながるわけですね、まあ、一方であまりそんなにですね、まあ、積極的にできないところっていうのはですね、まあ、そもそもあの融資の姿勢ってちょっと厳しくなってくると。 でまあ、もうちょっと言えば、ですね、まあ、そういう悪徳業者とまあ結託していたようなところっていうのは、まあ、どっちかというと、正しい審査していこうっていうよりは、いかに過去の,あの融資が間違ってなかったかっていう、今、辻褄合わせに必死なのでもうあの、ちゃんとしたシステム作ろうっていう、今、余力がないみたいな、そういうい状況ですね、まあ、実際もう、あの今回15人あの、金融庁から審査来ましたみたいな、まあ、いろんなことがあって、です、ね、もう、賃金さんも体力が削られてる状況ですね。 まあ今何が起こってるかっていうと、まあ、これまで金融庁の,、えー、あの監査とかって何かっていうとプロセス審査だったんですよあの銀行に行って書類出させて書類の,、まああの融資状況とか見てこれ、まあ、融資の査定甘めじゃないですかみたいな形で金融庁を指導してたんですけど今何が起こってるかっていうと金融庁の職員が現場のアパートを直接見に行ってますからね でまあ、去年はあの100%稼働の条件で融資したはずなのに今日見に行ったら6割しか埋まってないけどどういうこととちゃんと融資審査してんのみたいな話になってるんで、まあ、これやばいみたいな話に当然なるわけですね。 まあ実際、じゃあ,まあその結果どういう影響があるかって話なんですけど、まあ、日経新聞とかにも出ていますが東証、まあ、不動産の相場が下落してますみたいな形の記事がまとめられているわけですけど、まあ、冷静に見てみるとですね、まあ、ここに挙げられている内容ってほぼほぼアパートの話なんですよね。なので一,一棟アパートってまあかなりですね、まああのまあ、一棟マンションもちょっとそうなんですけど、まあ、一棟ものの物件ってまあこういったあの地銀さんがもうメインで取引していたところなんで、まあ、地銀さんの輸出制の厳格化に伴ってどんどん下がっているというのが現状ですね。 まあ一方で区分っていうのはですね、まあ、ワンルームマンションだとか、そういうものの融資っていうのはあんまり減,衰減速してません。まあ、その理由はですね、プレイヤーが違うからですよね。まあ、ノンバンクさんですね。 なジャックスとかオリックスだとかです、ね、クレディセゾンの中期経営計画とか見てみるとですね、まあ、今後もちゃんと有料企業と提携していくことによって業績を拡大させていきますどん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 融資していきますというのが中,あの中期経営計画とかに書いてあるので、まあ、姿勢としてはですね、えーまあ、区分のワンルームマンションとかの融資というのは、まあ、そんなに減速しないだろうという感じですね。 まとめさせていただくと不動産というのは勢い、銀行からどれだけお金が市場に流れ込むかということによって相場左右されていくので、地銀を取り巻く環境が厳しくなって、地銀からのお金というのが今後、入りにくくなってくると、一部の有料地金からしかお金が引っ張らなくなってくると、一方で区分のマンション、ですねそちらはプレイヤーが違うのでノンバンクさんがプレイヤーですから、そこからは引き続きお金が入り続けるという話になってくるので、ちょっとよっぽどのことがないですり、マーケットが総崩れする。 っていうことはまあ一方でですねあのノンバンクが取り扱わないような1棟のアパートとか1棟のマンションみたいなものってのは、まあ、買い手がついてもローンがつかないみたいな話になってくるので、まあ、値段が若干こな,こなれてくるだろうということが、まあ、今後起こってくることじゃないかなというふうに思いますね、えー、ではですね本日のお話は以上とさせていただきますよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします